こんにちは。エクササイズメンタルコーチの矢谷潤です。今回はその場で垂直跳びを高く跳ぶための技術についてお話ししていきます。それは重心位置を母子球に乗せていきましょう。なぜ、重心位置を母子球に乗せると垂直跳びで高く跳ぶことができるのか。それは、床に対して、力をうまく伝えることができるからなんですね。床に対してうまく力を伝えることができれば、今度は床からの反発力を、利用することができます。その反発力が強くなればなるほど高く跳ぶことができるんですね。ですからしっかりと母子球に体重を乗せてうまく床に力を伝えていく、これが重要になってきます。一つあなたに見ていただきたいことは、重心位置をかかとに乗せるもの、足裏全体に乗せるもの、母子球ですね、母子球に乗せるもの、これによってどう座ったところからどのね、重心位置が素早く立つことができるのか、その違いをちょっと、確認していきましょう。まずはかかとに乗せたところからやっていきます。2つ目は足裏全体です。3つ目は母子球です。どれが一番スムーズに立ち上がることができたでしょうか。それは最後の母子球に体重が乗っているところからですよね。これを垂直跳びに反映させてください。猫背になってかかとに乗ってる状態からジャンプをするわけでもなく、上体が立っていて足裏全体に体重が乗ってるところからではなく、しっかりと前傾させて母子球に乗せたところからジャンプをしていきましょう。これがすごくね、重要になってきます。前傾させて母子球に乗せてジャンプをする、ここをねしっかり頭に入れて、実践してみてください。